猫がおりました。えらい人に慣れてる。いやだからここでみんな飯食わせてもらってます。あ、もう一匹来た。え、あ、もう一匹来た。うわ、あ、ごめんな、なんかあれはいいんだけど。あるんだよ。あるんですか。ちょっと待ってな、お前痩せてんな、どうした。おいっす、後ろに積んでおります。いくら。昔のコンビーフ、コンビーフなら大丈夫です。コンビーフこれね、はい、ちょっと、コンビーフあるよ。食べるかい。あ、なんか食べる食べる。猫缶と同じだもん、うん、おい、半分に分けて。お前らこっち来い。余ってんだよ。さすがさすが、待ってます。はい、黒猫のパン。おいおい、あるよ。来い。はいはい、こっちだぞ、こっちだぞ。おいおいで。来るよ。来ますね。お前痩せてんな、ちゃんと食って。お、大丈夫か。はいはい、もう甘えてるよ、ね、この黒猫は結構ふくふくとしてるよね。まるまるとしてます、ね、あ、これ毛並みすげえ綺麗だよ、こいつ。いや、こいつら、ほんと野良猫。野良猫です。すごい綺麗ですよ。あ、猫って綺麗ですよ。あ、そうなの、基本的に、うん、はい、じゃあ、投げますね。あ、これ分けないと、喧嘩じゃない。あ、はい、半分に分けないと。じゃあ、あ、どうぞどうぞ。はい、はい、あ、ゆっくりお食べ。じゃあ、うん、はい、あ、これで崩してあげれば。よし、これ、あ、大丈夫、大丈夫。お前、贅沢だな。食べないと、あんた食べて太んな。腹減ってた。警戒して食わないんだと。だから痩せてる。こいつは何でも食うんだよ。もうだから こいつはすごいですね。だからここでやってればみんななんかくれるから、はい、こんなふくふくしてるわけ。なるほど、うん、大丈夫だぞ。くれてるんですね。うん、食べてる食べてる。あら、どうした。うん、俺のとこなんもないよ。ほら、そんとこなんもないんだよ、もう。どうしたん。めえらい人慣れてんのよ。いや、これ腹減ってたんじゃない。うん、ただの人懐っこさ。ああああ、なんで来たの。こっちの方がお腹空いてたんですかね。こっちの方がお腹空いてた。おー、がっつり食う、がっつりてんだ。でかいもん、こいつ。え、もう、これ残骸ですか、これ。そうこれぐらいペロッと食うよ、こいつら。さすがですね。だからこいつでかいんですよ。なるほど。こいつ、うん、食が細いんだもん。めくえちゃんと食細くて、ただ本当に人懐っこく来ただけ、うん、そうですね。へへへへ、かわいい。食えよ、お前。もう、ね、猫番組これだけでもう、皆さんこんばんは。はい、ガチバトルでございます、はい、今週も張り切って、はい、バトルしていきたいわけでございますが、ね、ね、食べております、食べております、食べてますね、食べてますな。まあ、こいつらは大丈夫です、はい、うん、もう全然ね、うん、お腹空いてないです、こいつ。食が細いのと、なるほど。ただ俺らが来て、人間だじゃーって言って、慣れるのにゃーみたいな形で来ただけ。なるほど。こいつ。飯を食え、ちゃんと。ちゃんと食え。なあ。黒に負けんな。多分、虚勢されてますね。あら。ちゃんと。なるほど、なるほど。こいつ。黒猫は金運金持ちになるんですよ。あ、そうなんですか。うん、なんか、
いや黒猫はね基本的に可愛いですよ。そうですね、可愛いですね。美人が多いんですよ。ほんでね、はい、黒猫ってみんな穏やかなんですよ、はい、性格が、はい、うん、黒猫好きですよ。監督のところね、うん、監督どうなの、サウザーですね。サウザー、はい、あれもね結構あれじゃないですか、ね、立派なじゃないですけど、なんですか、イケメンと言えばいいんでしょうか。なんか女の子ですよ。あ、そうですか。まあでも女の子でもイケメンって言ってもいいじゃないですか。あ、まあね、色男って言ったら違いますけど、ほら、こいつね、こいつね、結構、うん、もう黒猫基本的にね、ブサイクいないですよ。かわいいね、顔がね。あ、もうご飯食ってる時はもう絶対あれ、まあ、知ってます、うん、犬っていうのは、はい、こう例えばあげるじゃない、はい、家を用意してあげるじゃない、はい、一緒に暮らすじゃない、うん、なら、あの、なんて人間っていい人たちなの、はいはいはい、うん、うん、僕は幸せだと思うんだって、はい、猫は、うん、なんて人間はいいやつなんだ、はい、それそういうことをするね、俺にしてくれるってことは俺は神に違いないと思うらしい。あ、上に見るんでしょ。だからよくあれですよね、 犬は人に懐いて、うん、猫は家に懐く。だからね、実は研究の結果、はい、あの、例えば家族で旅行行ったりとかするじゃないですか、はいはい、犬はダメなんですよ、はいはいはい、もう本当にストレスでおかしくなっちゃう、うんうんうん、どこ行ったんだ、はい、猫全然平気らしい。いや、お前おいお前ほら美人さんでしょ。黒猫基本的にブサイクいないですよ、ね、そうですね、うん、そうですね、本当いいんじゃないですか、うん、まあ、光当ててごめんね。ほんで、丈夫ですね。いや、あ、こいつ多いか、あ、なくなりましたね。あ、いましたね。お前なんですか、お前。まあ、でも、すごい安心しきってますから、まあ、そうですね、うん、大丈夫、大丈夫、うん、この辺、うん、分かった、分かった、しっかり食え、まあ、言えないでしょうか、うん、まあ、そうですね、はい、はい、戻りますよ。頑張りましょう。頑張って張り切ってバトルしていきましょう。いや、いい尺稼ぎたんだね。素晴らしい、素晴らしい。トークしなくていいんだ。癒しがね。もう3時だからさ。死ぬんだよ俺。ね。よし。わ。何かがあるかな。別になんてことはないんですか。はい。やるしかござらんと。ほっ、はい、やっぱり薬飲まなきゃ腫れが、薬ないんだよな。ないですか。うわぁ、しまったな、腫れてきちゃいました。ちょっとあれ、無意識の抗生物質だからあれですもんね。あの、巷の薬局とか行ってもしょうがないですね。てか抗生物質っていうのは飲み続けないとダメなんですよ、はい、あ、まあいいや。さて、やってまいりました、はい、ガチバトル、バトル、はい、まあ2週間はね、はい、ナンバーズなんだけど、はい、もう3本撮りですよ。そうですね。だからもうナンバーズも空いてないし、はい、ということで今週のガチバトルは何を戦うんでしょうか。それですね、はい、この辺からなんですか。なんで嫌な予感がするよ、なんか若輩が。これ古本じゃないですか。はい、ちょっと待って、これ古本、恥を忍んで買ってまいりました。サムソン。なんですか、サムソンって。ですね、デブヒゲのゲイの雑誌です。またゴーゴーサムソン、チャ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 。まあ、あるじゃん、新しいの買わなくても。なんか前のやつ、高見源五郎先生です。高見源五郎先生はこの前、うん、あの車を処分、うん、中を処分するときに、はい、処分しました。金のない俺の友達に、お前これ古本売ったらどうだって言ったら、俺にもプライドがある。で、まあ、それあのこれあの吉さん、はい、少しあの気になるんです、気にしてることが一個あって、はい、これ新刊ですよね。おそらく。あ、古本じゃないですよね。そうですね。これ古本だったら確実ですよ。どういうことですか。え、あ、そうか。これ新刊ですよね。
おそらくで新刊でよかったですよ、うん、国家中って書いてますね。これ破ってなさいよ、破ってなさいよ、そんなの。え、ちょっとこれなんか気づいてるよ。ちょっと匂い嗅いでみて。いや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 、それ絶対かかり、それ絶対ギミックだもん。え、パリパリとか言わねえだろうな。あ、でも新しいんじゃないですか。だからこういう、うん、あの、まあここは映せないですけど、そうですね、こういうおじさんたちに燃えるという人たち向けのゲイの雑誌です。はい、写真は見せれません。うわー、きついわー。うわー、すごいなー。これ漫画だと思って、うわー、きついわー。さすがに、これ、俺も太ったって言っても、ここまでは太ってないですよ、俺。うん、いやいやいや、そう、いやいや、これの何をするんですか。朗読ですよ。おいおい、高部源五郎さんでも結構、俺たちダメージありましたよ。まだ漫画の方が本物雑誌ですよ、これ。高部源五郎先生は言うて、ファンタジーじゃないですか。二次元のファンタジーじゃないですか。はいはいはい、これ実録ですか。あのね、ケンさんのヤクザモン、だったらまだいいけど、はい、いきなり仁義なき戦い見ろって言ってるようなもんですよ。リアルなことやってどうすんの。ちょっといいですか、ちょっといいですか。いや、いいですよ。で、これね、なんかね、特集がね、面白かったですよ、ね。あー、きつい、もう、もう、一ページ目がきついわ。桃太郎伝説って書いてありましたね。もうこれあかんわ。ちょっといいですか。はいはい。確かね、特集がね、はい、面白い特集だった。なんで面白い特集って。あの、買ったんですか。だから、これレジにこれって言ったんですか。俺って言いましたよ。それもこれもこのガチバトルのね。いやいや、絶対この子はって思われてたと思いますよ。もうこういう感じ、こういう感じ出します。帽子深めにかぶって。いやー、こんな趣味がある、そんな趣味があるんだこの子にはって思われてたんだろうね。そうね、特集がね、はい、今月のお題、はい、ですね。うん、何ですか。今月のお題がですね、ええ、どっかに書いてあったな、うん、昔知り合い、お互い好きになり、付き合うところまで行ったのに、または付き合っていたのに別れてしまった男のことを教えてください。知らんわそんなの。知らんかな。要するに、振ったもしくは振られた男特集。それを朗読するんですか。俺、ね、今回やばいっすよ。2週続けて生かされるかもしんない。もう笑っちゃって笑っちゃって、はい、あの、いろんな体験談が、はい、の投稿で載っております、ね、なるほど、はい、それを読んでいく。そうですね、うん、まあ結構あれですね、あの一話一話っていうか一人一人は短いので、感じとしてはなるほど。で、その今週のお題の中からこうね、これっていうのを指名されたものを。いや、どれもやだわ、もうすでに。結構あるよこれ。忘れられない上司。小松の体験。誰やね。鈴木の体験。あ、そこら辺を読んでいくのがいいんじゃないですかね。のでもいいんじゃないですか。なるほど、なるほど、なるほど。だから、この黒い文字を読んでいきましょうか。あ、なるほど、なるほど。このページの黒い文字。はいはいはい。体験ですからね。体験なんですね。だから1ページずつもうこれど、これじゃなくて、はい、もう順番ですよ。なるほど。うん。もう2ページでしましょう。はい。なるほど。ね。これで何回詰まるかということで。もうあとはもう順番です、これは。はい、これ嫌なんだよな。うーん、まあとにかく笑ってもアウト1個。そうですね、うん、詰まるだけじゃなくて、うん、笑ってもアウト、うんうん、もう笑ったらもう2ポイントでアウトです。だってゲイの人に失礼じゃないですか。いや、それはそうです、それはそうですけども、
ね、そりゃそうですけど、ね、俺だって熟女好きですよ、はい、佐藤美希好きですよ、はいはい、うん、それは笑われたらちょっとカチンとくるもん。なるほどね、うん、いや別にカチンとは来ないなねえ、そういう感じなんです。なるほど。さあ順番いきましょう。はい、最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。どうぞ。2番でいかせて。わかりました。1番でいかせて。おさすが、さすが。わかりました。じゃあおはい3番で。はい、はい、わかりました。よろしいでしょうか。よろしいです。じゃあもうこれ頭からでいいですか。頭からでいいですか。はい、では、はい、今月のお題、はい、お題その80。お、80もやってるのかこれこれ毎月だよ。毎月です。毎月1回観光だよ、はい、ということは12じゃん、はい、6年もう7年以上サムソンはずっと発売されてるわけですよ。なるほど。あれこれもう廃刊になったんじゃないかな、サムソンって。最近聞かないですね。うん、ね、あ、いや、もう初めて知りました。うん、要はもうおっさんのデブが好きでサムソンって言うんですか。サムソン。なるほど。だからあのサムソン冬着てるまずいっすよ。もともとサムソンっていうのはなんかどっかの外国の方の英雄の名前なんですよね。あ、そうなんですか。あの、それだからサムソンだとか、あの昔馬でいたんですよ、はい、何サムソンだったかな、なんとかサムソンっていう馬がいて、はい、サムソンなんですよ、はい、あ、そうなんですか。馬でけど、この世界でサムソンですよサムソン、はい、あのね、あのなんかの重傷で一回勝っちゃったんですよ、はい、まぐれで、はいはいはい、でその後全部あのクラシックに出れることになったんですよ、一、はい、回勝ってた、はい、うん、その年のそのまあ今で言う三歳馬、はい、ね、成田ブライアンだったんですよ。はい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 、存じております。三冠馬で来たんですよ。ほうほう、ね、でそのなんとかサムソンっていうのは、うん、裏三冠馬で全部ビリだったんですよ何サムソンだったかな、なんとかサムソン、はい、うん、サムソンって名前なんですよ。なるほど。でも体、はい、一番ちっちゃいの本当最終コーナー、ええ、もうふわふわで、ええ、こんな感じなんですよ本当デビュー戦は、はい、走りきれなくて、はい、横になっちゃったんだもん死んだーってみんな思ったら違うの、はい、バテで走りきれなかったのそれがマグレで勝っちゃったんだ一回。マジですか。うん、ほんで全部成田ブライアンと勝負してたわけ。はいはいはい、待ちかねサムソンだったかな。何ですか、ちょっと待って。うん、はいはい、サムソンっていう名前なんですよ。名称サムソン。あ、名称サムソン。ほう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 。名称でしかもサムソン。すっごい小柄な馬。で、漫画でね、はい、よく擬人化する漫画の家の方がいて、成田ブライアン三冠馬で、もうエリート中のエリートだから、誰も話しかけてくれないんだけど、はい、その名称サムソンは気楽に、ブライアーンって言って話しかけてくれる、はいはいはい、それは何でかというと裏三冠だからということでサムソン、なるほどね、あの必ず一回写真を見てからこっちに入りましょうかまずこれで笑ったらアウトですからね、うん、いきますよ。写真じらさないでって書いてありますね。じゃあ行きましょう、はい。これモデルの人もすごいな。すごいですね。さあ今月のお題、お題その18、告り合いお互い好きになり付き合うところまで、あ、それさっきあったようだね、はい、それではいきます、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ドン。ペンネームコスモス65歳。好きになって交際した人は今まで幾人かいます。全然会わなくなった人もいますが、今も文通をしたり時には電話がかかってきてます。そして思い出したように訪ねてくる人もいます。別れる理由はセックスの不一致が多いですね。知らんがな。次の方を行きたいと思います。ペンネームジャムおじさん53歳。20年前の話ですが、相手の方から会いたいと電話があったので2時間かけて相手の家に行きました。
会うと優しくしてくれて、セックスも上手で楽しいのですが、終わるといつまでいるんだという顔をするので、精液処理の道具なのかと思い別れました。本当は好きだったのですが。ペンネームクラウディ32歳。2年ほど前まで付き合っていたパパは50代半ばで2児の父親でした。会社を経営しているということもあり、人間的にも大きく頭の切れる人でした。僕はその当時仕事でいろいろあり迷うことも多かったのですが、パパはいつでも的確な助言をくれました。しかしパパはいつも忙しく、会えるのは1月に1-2回でも、会った時には一緒に食事をしていろんな話をしました。ホテルにもたまには行ったけど、お互いに出し合う程度でした。パパはお互いのおちんちんを重ね合わせてしごくのが好きで、いつも僕の精液を飲みたがりました。パパは僕のことを好きでいてくれたし、僕もパパのことが好きだったけれど、パパには性的にルーズなところが少しあり、僕にはそれがどうしても受け入れられず、僕の方から離れました。でもこのパパに出会ったことによりいろいろと学べたから、今では感謝しています。この人たちの性的にルーズってどんななんでしょうね。そうです、どうなんですかね。この人たち、あの、このパパって二児の父親です。そうですね。もうゲイに走ること自体がもうルーズもクソもないよね。そうですな。ちょっと感覚おかしいな、やっぱりな。さて、行きたいと思います。はい。ペンネーム、残照、67歳。というか、67歳の人がこの雑誌を買ってるってことですよね。そうですね。50代の私より10歳も若い年下の男の奴隷として4年ほど付き合っていたのですが、なんだこれ。もう一回読みますよ。もう一回読みます。50代の私より10歳も若い年下の男の奴隷として、ちょっと待って、これ今のはカウントしないでくれますか。1個だけ、今2個カウントしたでしょ。これはリピートは勘弁していただきたい。わかりました。あまりにインパクトがあったあまりにもインパクト。もう一回読みますよ。50代の、うわ、想像していきたくないからな。私より10歳のも若い年下の男の奴隷として4年ほど付き合っていたのですが、2人の間に温度差を感じていた時、たまたま紹介された今度は20歳も年下の男の方に走りました。そのことを話したときに、その方が幸せなら行けばいいと言われ、お互いに嫌いになったわけでもなかったのですが、熱心な20歳年下の彼の気持ちに惹かれ別れました。その後別れたことを悔やみ、未練が尾を引いたままで、友人としてある会で何回か会いましたが、元には戻らないままでした。うん、おお、うん、なるほどね。なるほどね、うん、なるほど、ね。最後いきます。はい。ペンネーム、年齢はありません。国長、30数年付き合ったお父さんが浮気を繰り返すので、対抗して付き合った人と5年ぐらい続きました。年齢はお父さんと同じぐらいで、お菓子屋の旦那、チンポはお父さんよりむしろ立派だったが、自分の家柄や付き合っている人脈などを鼻にかけていつも自慢するので、自然とこちらから遠ざかっていきました。別れてから一度も再会していません。この面白くもなんともないこの投稿が載るっていうことは、うん、はい、やっぱり投稿数が少ないんでしょうね。そりゃそうでしょうね。はい、以上でございます。なるほど、はい、はい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 、はい、どうでしょうか。はい、結果発表。結果発表、田川寛太監督、
マイナスポイント3。あ、そうですか。はい、結構詰まってたんですけど。いや、大丈夫でございますな。まあ1回は詰まったなと思ったんですけど、はいはい、あとの2回はもう笑ってしまいまして。そうですな。本当に何言ってんのこの人たちって感じですね。まあでも聞く限りは結構純愛っちゃ純愛な感じ。純愛、まあ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 聞く限りはね。でもツッコミとこ、あのツッコミところは満載でございます。満載ですね。おう、何でしょうか、性的にルーズなところっていうのは。あと50代の方が10歳年下の奴隷になり、うん、奴隷になりたって。そこで、あの、満足せずに、この20歳年下の。年下で、で、幸せになるなら、そっちに行けばいいとか言われて、別れましたって。何言ってんの、この人たち。で、うん。クラッシー32歳がね、はい、うん、性的にルーズなところがあると、はい、うん。十分君もルーズじゃないかなと。おかしいでしょ。これゲイで不倫ですよ。そうです。全てがおかしいってことなんだ、ね、ゲイで不倫は性的ルーズって言わないですか。そうですね。なるほど。もういつまでいるんだという顔をされるらしいですよ。なんか男女のカップルみたいな、普通に聞いてたら男女のカップルのあれなのかなって感じなんですけど、これ同性ですからね。あ、性液処理の道具なのかと思い別れましたって言って。うん、どうしたいわけ。うん、でいつまでいるんだと。なるほど。まあ僕もしょっちゅうそういうことやって怒られましたけどね。帰れよみたいな話で。やめなさいよ。あ、ここにも書いてあります、はい、性的にルーズってどんなチンポを加えたまま寝ちゃうとかとか言って、あ、バカですねこれ答えてるの。チンポ加えて寝ちゃうって言って、四谷のクソビッチじゃないんだから。何言ってんでしょうか俺は。はい、じゃあ3ポイントということで。はい、3ポイント、はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、じゃあ吉さん、はい、はい、この黒字の、はい、黒字のところだけです。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。長いんでここまででいいんじゃないですか。あ、その辺までいい。うん、これね、黒ですよね。ここまででいいんじゃないですか。ここまで、はい、こっから入ってね。ペンネーム博多純情さん、43歳ですね。今は浅草に住んでいますが、以前鹿児島に住んでいる頃、アワミでいいんですか。はもう一ポイントじゃないですか、うん、ですね、に住んでいるお父さんと良い関係になりたくて、会社の出張にかこつけて押しかけ、ホテルでエッチするところまでこぎつけました。さあこれから付き合えるかなと思っていた途端、僕が東京へ転勤。さすがにこれだけ遠いと遠距離恋愛も自然消滅。でも8年ぶりに東京に出てきたお父さんと再会しました。奄美のお父さんはいつまでもいい男でした。え、それだけ？はい、あ、それだけ？そうですね。あ、そう。まああの南国男に燃えーってことですね。なるほど。死ねばいいよ。はい。ペンネーム、浜野純さん、46歳。一度だけでしたが、初めて男同士で抱き合いキスをしました。私が全てを預けようとしたのが重かったんでしょうね。今も時々メールのやり取りをしています。以上ですね。はあ、ショートですな。これ結構サービスタイムですね。そうですな。なんかこのすずさんっていうのはあれですね、なんか回答してる人ですけど、なんか面白いですね。どう軽すぎるのもまた不安になりますけどね。結構かノリが軽いです、ね、なんじゃそれ。次が、ペンネームゆうさん、62歳。ゲイ専門誌に面白半分に、文通希望を投稿したところ、58歳の方、当時このゆうさんは、56歳の方ですね、から手紙が来てびっくりしました。ほぼ6年間月1ぐらいの付き合いでしたが、一番困ったのは朝と言わず夜と言わず携帯電話が鳴りっぱなし。会いたい、やめたい、しゃぶりたい、
お前のケツマン第一開拓者になりたいとラブコール。大瀬の時は燃えに燃えてキスの雨あられ、それまで目覚めていなかった乳首を開発されました。しかし彼が出張中に奥さんが悪気なく手紙を見てしまい、同窓会の幹事をやっていたらしいですね、彼の家までお詫びに行って分かりました。乳首のうずく時にはまだ彼のことを思い出します。何言ってんだよこいつは、この人は。で、ね、投稿出してね、分かりますよ。そのお相手がすごい熱烈なラブコールぐらいだと。なるほどね。いや、奥さんとこ別に謝りに行かなくてもいいだろう。余計こじれるだろう、それ。そうですね。女だったらまだね。そうですね。奥さんも、はい、これ泥棒猫とか言いながら、うん、終わりだけれども、はいはいはい、来たのが男だよ。これ火に油注いでどうすんだよ。確かに。そうでしょ。そうですな。わかんねえな。なるほどね。次、じゃあこれが僕はラストでいいですかね。はい、長文でございます。ペンネーム GH さんですね。GH さん、はい。私は60半ばを過ぎた年金生活者です。50を過ぎてから年上の彼と7年余り付き合ったのですが、相手に好きな人ができました。当然2人の間はギクシャクし始め、彼から悪かった考え直してくれ涙を流して言ってはきたものの、相手の方のことも考え私の方から身を引きました。しかし別れた彼の面影が私の脳裏から消えるまで2年余りの歳月がかかりました。その後年下の彼と1年半付き合いました。その彼は八方美人で多くの男がいるようで、君とは付き合いきれん、勝手に楽しみなさいと言って別れたのは私が定年を迎える頃でした。当時彼とは別れた後も友達感覚で話もしていましたが、しかし人と別れるのは60前になると寂しかったです。それから間もなく彼ができました。私は嬉しかったですが、彼は年配者が好きで60少し前の私では十分満足していないようでした。6年近く付き合い、私には楽しい日々でしたが、年配者が好きで、わかりますけど、基本は60なんですね。基本は60からですよ。60いってないと男じゃないと。じゃないんですね。なるほど。奥が深いですね。奥深いですね。はいはい。どこまで、あ、そうか。6年近く付き合い、私には楽しい日々でしたが、1年前より年配の彼が、年配の人ができてしまいました。以前から彼が感じていた物足りなさには気づいていたので、別れのショックはなく、今度こそ友達は作っても人を好きになるまいと心に言い聞かせてはいますが、こればかりは自信のない私です。GHさん。猫がどんどん寄ってきてます。いっぱい猫がいます。ここあそこに餌をくれる人間がいるにゃー。でも芸雑誌呼んでるにゃアホだにゃー拡散されてるわけですよ。ヨシさん、はい、マイナス6ポイントで、あ、笑いを込めてね。今日は調子が悪く、ちょっと悪かったんじゃないですか。この書いてる内容はなんてことないんですよ、うん、なんてことない普通の別れ話なんですけど、やっぱね、ダメですね。男がこれ書いてると思った瞬間にあかんですね。男だったらまだいいんですよ、別に、はいはい、全部60過ぎのおっさんでしょ。なんですか、さっきの、定年を前に別れましたとか何やってんだよ、そんな年にもなってさ。定年前にだから、あれですよ、監督やティングマンさんは、うん、まだ若い部類、
若造の子、若造なんでしょうね、もうあの、まあ、青2歳ですかね、もうあの有害図書ですよ、僕なんかと付き合うってこと、このサムソンに投稿される方々からして見てる、東京都条例に違反してますよ、俺と付き合うっていうのはこの人たちにとってなるほど、都条例違反ですよ、ね、うん、なるほどなるほどなるほどね、わかりました。さあ天狗マンさん、はい、若輩がやりましょう、次は、お、ね、うん、次は次のページ、それあれじゃないですか、本題に入ってません、忘れられない上司、私56歳になってしまいました、知らんがな、あ、これぐらいの量だったら、はい、まあいけるんじゃないですか、全部2ページ分の、はいはい、はい、黒い部分ですよね、はい、まあここまででいいですよ、ここまで、はい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 、はい、じゃあここからここでしたっけ、ペンネームから読んでいただいて、年齢も見て、これ、あ、これ、これ、あ、これですね、はい、はい、ペンネームフェラクレス55歳、これ結構ハードル高い、やばいかもしれないですよ、ここちょっと危ないかもしれないですよ偶然に彼と出会い、今でも好きだからまたうちに遊びに行くよと言って別れました。しばらくして彼から電話があり、今会社の飲み会が終わったとこ、これから行っていい？と言ってくれて、久々のセックス。しかしその後彼が来ることはありませんでした。今でも彼のことは大好きです。なんだって、なんですか、今でも彼のことは大好きです。今の間違えましたねここでちょっとまずいですよ、これ全くこの、あの投稿に内容がないですよだから何って感じ、いや だからフェラクレスなんですペンネームでも燃え尽きちゃったんです、ね、燃え尽きちゃってますな、はい、じゃあ次行きましょうか、はい、まあまだ読んでないからいいけど、ペンネームイケブ34歳、今はなき名古屋の能屋橋劇場が彼との出会いの場所でした。約束していたわけでもないのに、映画館で再会した時、誘われるままアパートに行きエッチをしました。また遊びにおいでよと言われたので、付き合うことになるんだろうなと思っていました。そして日を改めて遊びに行き、二人で外食をして彼の部屋に戻ると、玄関の前に座っている青年、どう考えても彼と関係のある相手、気まずい雰囲気、修羅場にはならなかったけど、それで終わってしまいました。多分彼は映画館で知り合った男を何人も部屋に連れ込んだんだろう。青年も多分そのうちの一人、部屋に誘われるとイコール自分は彼にとって特別な存在なんだと勘違いしていた自分、その頃デビュー間もない頃だったので思い違いをしていました。今となっては懐かしい思い出です。テイワさん、え、もう10超えましたマジっすか、もうなるべくね、こう読んでても、あのこう想像とか妄想で、ね、しないように読んでるんで、もう10超えました残念ながら あのでもね、最初にあんなの見せられたらね、もうそんなのあれないよ、あのこれね、もう皆さんね、すごいですよ、リバイバル DVD 版巨根ベストお求めやすい価格になって DVD で発売、はい、いらんがな、90分3800円、ガチと同じですよえー、読者体験記、タイトル、作者北しぐれ、はい、読者体験記タイトル、無理無理無理
やめれ。お父さんのためのインターネット講座、体育会親父の、体育会親父のホームページ、お父さんのためのインターネット講座、これを見ましょう。まるで中年ホモサイトみたいな、いかにも写真がいっぱい。腰なんかしろ、サムライ魂 .com。腰なんかもういい迷惑ですよ、こんな。腰なんか、腰なんかさんの写真がいっぱい。このサムソンを買ってる人たちからしたら腰なんか白はたまらんのでしょうね。そうですね。次、はい、兄貴テイスト満載、まさに純粋体育会、太田明レッスルクラブ。この太田明さんってレスリングですごい強い人ですよ。あ、そうなんですか。うん、あの前田さんとかも頭上がらない。ああ。すごいですね、これ。すごい情報ですよ。なんか漫画は、まあ、ね、まあ、高見玄吾先生でね、うん。まあ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 ね。サムソンビデオ、はい、DVD のみ。パパベスト。もう全部漫画もデブなんですよ。デブ。さてと、まずはワンワンスタイルで楽しむとするか。これデブなんですよ。あ、こんなんありますよ。2000ベスト1。メガネパパ編。収録タイトル。太っ腹父さん。父さんの初体験。一覧、断乱、穴重役。これ界隈の人たちはあれでなんですね、うん、あの呼び名がお父さんなんですね。そうですね。すごい本だな。読者ページすごいっすよ。このあ2000ベスト2がありました。2がありました。親父アナル編。最悪だ。最悪ですよ。収録タイトル絶倫父さん。中年時代、熟年汁、密飲。ベストですよ。90分6300円。2000ベストってことで、2000年のベストってことですかね。あなたと彼の文通待合室、秘書箱66号のコーナー。岩手県、田舎のおじさんより、69歳です。しばらく投稿を休み寂しかったのでまた投稿してみました。それなりに年は重ねたけれどやはり男と男から抜けられません。やはり男と男から抜けられません。どっかに誰か好みのタイプというか親切味のある安心して付き合える人を待っています。一人暮らし。あ、さっきの投稿の中にあった文通はこういうところから、ね、こういうとこからですね。あ、なるほどなるほど。困ったことが起きました。どういうことじゃん。福島県郡山市、はい、エントリーナンバー11、はい、22歳175センチ65キログラム、はい、ペンネーム、はい、カンタ。おっと。希望する年代45歳から65歳。希望する体型、筋肉質中肉、うん、近頃素敵なお父さんと出会いたくてたまりません、はい、そんな僕を優しく抱きしめてくれるお父さんからの連絡待っています。優しくリードしてくれる太刀の方だと嬉しいです、うん、県内の方希望、近県の方も OK です。出してあげようか。僕もカンタです。このカンタさんは、おいくつでしたっけ。22歳です。あ、なるほどなるほど、ね。もう途上例アウトですね。そうですね。これ出してやろうか俺。僕もカンタです。48歳です。ただ僕は中肉筋肉質ではありません。ただうまいです。ホーマンコレクション好評発売中。うん。ホーマンコレクションボリューム2。うん、熟練共演。大器晩成だった。何を晩成するんですか。放満ビデオ新発売、はい、職人親父。その下もすごいですね。もう一本90分8400円、はい、熟穴父さん。やだよ。
ホーマンコレクションボリューム6、はい、黒生そしてもう一本、はい、続黒生続いちゃった売れたんでしょうね、はい、うん、はい、好評だったんでしょうねもう知らんがな、もうホーマンビデオ最新作が出ました、はい、タイトル、はい、入れて出してタイトルがすごいな、熟年日和ホーマンビデオ好評発売中、タイトル60分8400円、アナルが感じる66歳お父さん親父たちの虚婚でアナルを攻められよがりなく、タイトル泣かせてこれシリーズなんでしょうね、好評売れました、はい、第2弾とことん泣かせてうん、そして第3弾虚婚で泣かせてひどい、やばいなこれ、ひどいわ、サムソンビデオカタログ、はい、VHS DVD 90分8400円、はい、浅草小熊狩り小熊なんだ続編、はい、トントロベアも、ね、桃尻親父えさあこれは期待できます、はい、ドクター太まら先生出てきちゃいました石山課長の初体験桃尻親父は2まで来てます、ほうほうほう、うん、小賛否ものがあります、はい、兄貴と兄貴と俺なるほど、末っ子なんだな、やばいなこれ末っ子な上司シリーズ、はい、発展部長ほう、なんかこういうのもありますね、はい、水泳部 OB はいはい何気にそういうのの方がインパクトありますね、これずっとやってそうだな、あ、部長シリーズ、はい、モロカン部長温泉シリーズがありました、おう、チンポ温泉秘境っぽい感じですね、上司シリーズありました夏休み課長これはいいんでしょうか、うん、ハゲの魅力、これタイトルですよタイトルですね、うん、もうちょっと皆さん我慢してくださいね、部長シリーズってこんなのもありました、はい、巡査部長、ほうほうほう、警官とやってますね、なるほど、こっちの部長だ、これ続編だからあるんでしょうな、う、はい、続社長陥落、ほう、社長が落ちちゃったんでしょうね、トップ落とした部長シリーズ、はい、分かりやすぎて笑います、はい、アナル部長なるほどラン、乱暴の乱に恥と書いて、はい、ランチタイム誰埋まったの、絶倫先生診察室、うん、いっぱいありますな、ありますな、お店までありますよ、スナック、はい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 、うん、いろいろ紹介してあるんですな、ね、なるほど、なるほどな、この人みんなゲイなんだ、うん、いやーたまらんなあ、これはさすがにまだあるだろうからね、まあ、そうですね、名前はいい、なかなかあれですけど、広告募集してますよ、月刊サムソンでは広告を随時募集しています、はい、お問い合わせお申し込みはこちらまで、出してやろうかGDG もう全員さ裸で課金数増えんじゃねえかこっちの方がなあ、まあ、根強い課金が増えるんですね、絶対課金数増えるってこれ、皆さんももしね機会がございましたらこのサムソンお手に取ってみてはいかがですか、俺も多分廃刊になってると思うんだよ、なるほど、ね、まあ、なんか古本屋じゃないですけどそういったところでねもしあったらね、うん、はい、話の種にはなると思いますということで、はい、俺弱いんだよ、今週のガチバトルはマッチョ天狗マンでございます、はい、久々でございますね、はい、え何週間ぶり、えでも、うん、え3週間ぶり、そうか3週間ぶりになるか、うん、
わかりました。そうですな。もと君を落とすときはゲイだね。あと朗読。朗読系が苦手ですね。そうですな。うん、笑ってんだもんずっと。だってもうペンネームで終わりでしょうあれ。もう基本的にさ、ペンネームだけでいいよもう。ヘラクレスさんでしたけど。こっから先は。有料でございます。ご飯も待ってます。